はい、GD ワインの服部です。よろしくお願いします。今日ご紹介するワインはですね、タウラージ・リゼルバというワインで、ヴィンテージが2009年です。で、ワイナリーがイ・ファ・バーティというね、ワイナリーとなります。2009年ですので、ちょうどね、14年目になりますかね。で、色ですけれども、ちょっとね、だいぶ熟成がかかってますね。少しオレンジっぽい色も出てきてますので、熟成の証ですね。香りからいきます。あ、香りはですね、スミレであるとか、それからちょっとチョコレートみたいな香りもしますね。あとね、熟したプラムであるとかね、そんな香りもします。結構ね、香りはね、強めですね。アタックの印象はですね、綺麗ですね。やはり熟成してますので、タンニンはそこまで強く感じません。非常にみずみずしくって、先ほどね、赤黒いね、果実味ですね。ちょっと鉛筆の芯のようなね、風味もあります。で、鉄のようなね、感覚もあって、ミネラル感もあり、酸味もありですね、とてもね、素晴らしいワインですね。とてもね、綺麗に熟成された、かなりね、本格的なタウラージだと思いますね。タウラージはやはり10年は最低、寝かしたいかなというところですね。で、まあ20年ぐらいになると、いいものに関しては綺麗に熟成していきます。他にもね、こういった動画ありますので、チェックしてください。失礼いたします。